私はですね、博士課程の大学院の研究を本郷の通信理論の研究室で進めていました。それで東大に残らないかということでですね、講師の職をですね、もらうことができました。で、その際に条件がありまして、光デバイスの研究をしてほしいと。 理論から、まあ、実験への転換、それから、えーまあ、まさに通信から光への、えー、テーマの変更ということがですね、まあいえー、期待をされたわけです。それをきっかけにですね、まあ、理論だけで研究をしていた、あまあ、そ,それまでの、えー、学生時代の体験を乗り越えてですね、えー、新たな挑戦がですね、この 新しい職を得ることによってですねできるのではないかとまあ私はですねどうせ実験をやるならば、まあ、徹底的に変えてやろうと思いましてですね半導体の物理をやろうとデバイス物理を研究してみようと、まあ、そんなことを考え始めたわけですでそういうことでいい題材としてあったのが、まあ、半導体レーザーという分野であります でところが、まあ、あの当時半導体レーザーの研究はですね、えー、もうすでに世界中で相当進んでいましてですねでそういう中で量子力学の改めて原理を使った半導体レーザーのあり方というものをですね考え始めてですね電子をあ、まあ、量子ドットというあの小さな箱の中に閉じ込めるとどういうことになるだろうかというようなえー まあ考えにです。まあ研究者ですので常に新しいことに取り組むことが求められるわけですが時として外的に強制されるということは悪いことではなくて、まあ、たまたまそ,のそれが私に非常にフィットしたといいますかですねそういうことであったのではないかと思います。 研究する過程においてですねいろいろ仮説を立ててそれで実験に取り組んだりした時にですね大体はうまくいかない <laughs> 思った方がうまくいかないということが多いのですけれどもあの時々ですね非常に思い通りといいますかですね期待していたことがです、ね、実験結果として出てくるときがあるんですねもうそれは大変あの面白い自ら感動してしまうというかです、ね、そういうような状況になる時があります まあそれから私ちょっと理論のことも研究をしてきておりますけれども理論の場合にはまあいろいろこれもやはりいろいろ仮説を立ててそして少し計算をしてですねやはり思い通りにいかないなってことでまた戻ったりしていくわけですけれどもまあそういうことを重ねているうちにですねその今その考えているその概念がありますよねでそれがですねあるところでジャンプするときがあるんですね。 で突然頭の、自分の頭の中に、あるいは人と議論している途中でもそういうことが起きる時もあるんですけれども、自分の頭の中でその捉えている概念とか考え方が、あるいは仮説でもいいですけれども、ありましてですね、そ,それがですね、あるところでパッと飛ぶ時があるんですね。でそれがある種、創造性ということかもしれませんけれども、それでもって新しいひらめきがあ結果として得られるということがあります。 で一般的にひらめきっていうのはぼーっとしてていつもひらめくっていうものではなくてですねやはり常にいろいろ考えてそれで詰めていってあるところで最後に申し先ほど申し上げたようにジャンプするというところで出てくるものだと思っておりましてまあそういう体験を幾、まあ、度か <laughs> まあ体験をするというかその自分で研究としてその新しいアイデアをやるということがですね、まあ、できるででことがですね、まあ 何度かありまして、まあ、それ自体は非常に醍醐味であったかと思います。あのまず一般論として言いますとです、ね、研究っていうのは迷路を歩くようなものでそれが実験でもそうですしそれから理論的な思考あの考える時にでもです、ね、同じことで、まあ、先ほどちょっと申し上げたようにいろんな仮説を立ててそしてそれがどうだろうかということ。 検証する中で、えー、その検証作業っていうのがある意味では迷路を歩き回るとでその時にあるところまで迷路を突き進んだ時に、まあ、この先どうせ先がもう行き止まりだろうということで,でまた次に進むということが、まあ、あの大体は効率が良くていいわけですけれども、まあ、時々はですね実はその先ほど諦めた迷路の先が実は,実は 詰まってなくて行き止まりではなくてあのもっと突き進んでればよかったというようなこともあるわけです。で、まあ、そのあたりの,あの判断というのは非常に難しいところでありまして、まあ、ある意味では運みたいなところもあるわけですね。で、えーまあ、そういう意味でその研究というのはいろいろな思考の中で諦めずに進むというのが一つ極めて重要であるわけですけれども諦めずに進んで えー、うまくいかないことも多々あるわけでありましてですね適,正適度に諦め,あの諦めて次のところに進まないといけないこともあるし実は、えー、みんなが諦めてるところでずっと、えー、追い込んでいくとあの新しい発見になるということもあるわけで,でご存知のように赤崎勇先生がですねガリウムナイトライドの,あの研究をなされた時にまあ当時 えー、ガリウムナイトライトで、えー、発光ダイオードを作るというのはもうみんな無理だと考え始めたですね実はあのその頃は新しい26族という、えー、材料がありまして世界中の研究者がそちらに移っていったわけですが、まあ、その時に赤滝先生は諦めずにですねそのガリウムナイトライトという材料をです、ね、あの研究しておられてそして その結果としてご承知のように、えーまあ、実用デバイスとして、えー、完成させるまでの,そのいろいろな糸口をですね、発見されたということになるわけです。で、まあそれなんかはまさにその迷路で普通はもうあるところで諦めて撤退してですね、次のところに進むべきだと判断するところをですね、さらに進んだからこそ 先ほど申し上げたようなジャンプというものをですね、結果として生じたということになる。まあそこで、えー、突き進むかどうかというのは、まあやはり人間のですね、研究者として考えたときには、好奇心とか、それから意気込みとか、まあ、単にあのビジネスのディシジョンメイキングとは異なるような、あ 判断でもっていろいろな迷路に取り組んでいくというのが、まあえー、研究の姿かなと、まあ、あの忍耐の連続ではありますけれども、まあ、次に見えてくる光を自分の中で期待しながらそして楽しみにしながらですね研究に取り組むということがですね、えーまあ、あの優れた研究者の中では行われているのではないかなとそんなふうに思っています。